まみうめもさやかです。今回の Vlog はスクエニストアで購入したドラクエの文房具を開封しながらご紹介させていただきたいと思います。今回ドラゴンクエストの文房具シリーズが発売された商品のほとんどの種類を購入してると思います。総額はダブってる商品を含めて 19,360 円です。では早速1つずつ見ていきましょう。まず1つ目は浸透インスタンプですね。スライムが現れたっていうのとキングスライムですね。これあれだよね、デザインフィルのさ、緑カンパニーだっけ。そう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 、合ってた合ってた。その緑っていうなんかこのすごいシンプルで使いやすい文房具があるんですけど、そちらのコラボというか、なんていうのこれ、コラボではないけど作っていただいたっていう感じなのかな。その実際に私みどりさんのこのタイプは持ってないけど、みどりさんの文房具はよく買いますね。こういう風に使うんよね。貼ってじゃない、スタンプして下にメッセージが書けるっていう感じなんだけど、普通にねノートとかに使うのもいいけど、私のおすすめはこれ100均の付箋なんだけどね、ここがのりのタイプね。例えばこういう付箋に、これもう使える？うわっちー、危な、ピンクついたかと思った。なんかコツが書いてあったよね。6点で押せと、こういう持ち方で押す。うわっ、うい、押して、うわ、押しすぎたでここに文字とか書いて貼って使うっていうやり方がおすすめです。よくない？でまあこういう風にね色塗って楽しむのもいいよっていう話で、意外とね裏写りするんで、そう裏写り気にする方はそのノートとか見開きで使わないかったりとか、こういう片面だけ使う用途のやつの紙に使うといいかもしれないですね。こういう風にメモしたりとかね、可愛くない？っていう話を。可愛い。ついでにこっちも押してみる。こっちはこのゼルダの伝説のパラパラメモにしてみよう。あ、これ開けるとき怖っ。勢いよくいっちゃう。よし。オッケー。うん。いいじゃん、いいじゃん。あ、ちょっと擦れてしまった。こういう風にね、可愛い使ったりとかね、できるやつ。普通にメモ帳なので、これでオープン。いいじゃんっていう用途ね。裏写りはこっちもしてます。100均は特にしやすいなって思ったけど、普通のメモ帳でもこんぐらいするね、うん、裏写りをするけどちょっとしたメモ帳とかにいいよっていう感じでした。これ重ねてもなんていうの、ここに引っかかりがあるからずれ落ちないね。いいね。ちなみにこれは1個1300円です。次はマスキングテープというかロールテープというやつですな。これは1枚ずつ剥がせるやつかな。こっちが長めなのかな。ちょっと貼ってみる。なんかさ、このさ梱包とかもさよく考えるよね。よいしょ。うん、すごいな、そういうところを見てしまう。はい。でたびたび現れる私のマステノート、さあどこに貼ろうかな。なんかドラクエ系の貼ってたところがあったはず。ここに貼ろう。これはなんかスクエニカフェで買ったやつかな。うん、スクエニカフェのマークがあった。この隣に貼ろう。なんかマステなのかこれ。なんかしっかりしてますね。うん、表面割と紙でしっかりめな感じ。うわー、長い。どこで1ロール？ここで1ロールか。でもここでなんか切り込みがあるからここから貼ってみる。良いのではないでしょうか。こんな感じ。じゃあ次、こっち。あー、1枚ずつでもでき、あ、切り取り線入ってるわ。見える？こことここに切り取り線ある。ああ、なるほど。あ、結構簡単に切れ。あ、そこで切るんじゃなかったな。ここだな。うわー、微妙。もうちょい、もうちょい。すごいギリギリ。すごいギリギリ。晴れたー。こんな感じ。いいじゃん。うん。かわいい。本当になんかしっかりしてる。マステってあんまり思わない方がいいかも。うん。なんか、うん。紙テープぐらいな感じ。ちょっとうまく伝えられないけど。バンバン貼りたいと思います。ちなみにこれは、おいくら ?780 円1個です。シールつながりで。シートシール。商品名はデコレーションシールだって。全部で4種類あって、ぷっくりシールタイプと、普通のシール。うん。普通の透明シールみたいな感じですね。これが普通の透明シールかな。で、こっちもそうかな。いや、これぷっくりか。何個もさ、好きに使いたくって、そう。これがデザイン1かな ?4 枚買った、これがね350円。普通の透明のシールっていう感じかな。でデザイン2がこれ。スライムがいっぱいいる。これも普通の透明のシールって感じ。これも350円で、3番目からがねあれなんだよ。ぷっくりシールでちょっとね立体的な感じなんだよね。で立体的になると1枚450円と普通のよりは100円お高めな感じです。で4種類ある。よいしょ。次はこれも多分ねそのデザインフィルみどりさんとが作ったのかな。うん。テンプレートで手軽アレンジ。薄さ3ミリなんだって。実はそのみどりさんの持ってて、これちょっと色変色してるこれこれ猫のやつと天気とかなんか使えそうな。全然見えない。商品紹介下手すぎか。猫のやつとなんか天気とかいろいろ細かく使えそうなやつ。これね全然なんか使いこなせないんだよね。で今回買ったのがスライムがかけるやつだね。あ、ロトの盾もある。はい、ちょっと今回こそ使いこなしたい。てかやっぱねこういうの持ち歩かないと使わないからね。うん、手帳に挟んで持ち歩いて使いたいと思います。次、ペンが2本までさせるコンパクトなペンケースをこう。ほら。いいね。ああ。別売りのドラゴンクエスト文房具真鍮ボールペンのやつと使えるんだって。真鍮ボールペンこれだね。こっち先開ける？よいしょ。ボールペンか。これなんかはぐれたかなんかもう1種類ぐらいあった気がするけど、スライムを買ったかな。これどう出す？あ、普通に出せる。このボールペンってなんかこういうさボールペンって手臭くなるイメージあるんだけどどうなんだろうそんなこと気にする？ああ、無難に書きやすいです。うん、ボールペンって感じ。はい、でこの細さが入るっていうこと？ああ、ここから入れるのか。でそのウィーン傷がついてる。ウィーンまあでも私こういうのも思い出と思ってクレーム入れないタイプの人間なんで、これを愛しますわ。でこれが2本刺せるっていうことか。かわいいね。1本しか買わなかったけど。あ、ボールペンとシャーペンだったんかな。いや全然覚えてないわ個人的になんかもうちょっと大きいんかと思って万年筆入れたかったんだけど、これツイステッドワンダーランドの万年筆なんだけど、1本ぐらいならいけそうだな。もう1本用でいいんじゃないか。ちなみに2本は刺せるんですか。このツイステッドワンダーランドですね。2本は無理そうだな。あー無理無理無理、絶対入れない方がいい1本刺し贅沢。これ2本いける。これでどうして2本入れたがる。いやだって2本刺しペンケースって言うから、入るっちゃ入るかな。うん、入りましたね。うん、いいんじゃない。オクタービネルが色合ってる。よいしょ。いいと思います。大事に使います。ちなみにこのペンケースが1600円で、このボールペンが2700円だって。はーい。で次ですね、ハビットトラッカーを買ったんですけど、これ日付があるタイプっていうこと。私ハビットトラッカーはさシステム手帳でやってて、そうでもなんかハビットトラッカーって、まあ、何か知らない人いるよね。なんかこう今月はこれをやる、この例だったら本読むとランニングをするってあるけど、でこれ下の文字が1ヶ月。ね、でやった日にこう色をつけて、この日はやったよって後から見やすくするため、なんかこう習慣づけたいことを記録に残して、その自分の頑張った証を残すっていうハビットトラッカーっていうものがあるんですけど、うわうわいい音。なるほど。あーへえ、右から開けちゃった。ドラゴンクエスト経験値ハビットトラッカー。わあいいね。やっぱ RPG らしいわ。自分を主人公として使っていくっていうね。ドットのひらがなの書き方。あーうわーすごーそんな丁寧。こういう風に字書いたらそれらしく見えるよみたいな。あ、レベルアップしたいこと目標サンプルだって。なるほどね。冒険を始めた日、冒険が終わった日だって。でこういう風にここに月、あーそっか、ここがドットのマスになってて、だからここにこういう風にして書いたらいいんだよって見本があるのか。へえ、なるほどな。で例えば私だったら動画収録するとかライブするとか動画投稿するとかいうのを書いたりして、やった日にここに色をつけていくっていうね。で感想も書けるんだね。感想とか反省とかねっていうのを1ヶ月ごと。何年ぐらいできるのこれ。結構できるぞっていうのをもう一冊あるんですね。私いつも思うんだけどさ、こう開けるじゃん。ここに開けた時にここにマジックテープのりがついてるタイプってやっぱ親切だよね。こういう紙物とかだったら特にね、こう出す時にさここに引っかかってさビリって破れたりしたらショックだもんね。ここについてるタイプとここについてるタイプのなんだろう、製造過程とかどっちの方がコストがかかるとか用途があるのかな。こっちはフィールドタイプですね。中身は一緒かな。うん、中身は一緒ですね。5年ぐらい使えそう。かわいい。そう。で、私2022年はシステム手帳のハビットトラッカー使ってたんですけど、2023年はこれ使ってみようかな。かわいい。やっぱスライムは最強だな。いいですね。はい。といったもののでした。で、このハビットトラッカーは1冊1200円ですね。で、最後の商品になります。こちらは、冒険ダイアリー2023スライムブルーです。月間12月から始まって、週間1月始まり。なるほど。1月から使えるシステム手帳ですね。システム手帳じゃないんですね。手帳ですね。わあ、触り心地よー。わ、いいね。わ、触り心地がよーい。月間がこんな感じで、何始まり？月曜始まり。で、週間ページはバーチカルになってるんだね。へえ。すごー。これ私いつ買ったんだっけな他にシステム手帳あるけど、これゲームだけのこと書くっていうのもありだな。1月のクエスト、達成した1月のクエスト、かわいい週のクエスト、ここに書いて1週間こういうのがしたいなっていうのを書くってことがここにね。かわいいちょこちょこいるし、このね数字もドット絵風だね。記念日、ああ1987年1月「ドラゴンクエスト2悪霊の神々が」のファミリーコンピューター版が発売されたって書いてある。でこっから始まる1月は、うわーマジ私今何に感動したかっていうと。ハビットトラッカーってさ、こういうのさ大抵ね午前6時から始まって夜の10時ぐらいまでしかなかったりするんですよ。0時から24時まである。すごーい。でこの B6 サイズだよねこれね。なのにそんな、でもちょっと文字が大きい人はこれちっちゃいかもしんないな。あとペンが太かったりね。すごい今感動した。でここにも書いてあるんだけど、土日の予定がたくさんある時はメモに書き込もう。土曜日と日曜日にまあ確かにその仕事とか学校とかないし一日好きにするから、ハビットトラッカーじゃなかったバーチカルっていうよりは好きに書こうみたいな感じなんだね。いいね、型にはまらない感じが。ドット絵の練習にも使ってみよう。これ見本かなドラキーだけじゃなくっていろいろあるよ。わっ、スライム柄だしおりが。何に使おう何に使おうとか言ってる。かわいい。魔王、やっぱ最後は魔王なんだね。最初にスライムから始まえ最初ドラキーだ簡単なものから始まって最後は魔王なんだね。なんかこれ作った人楽しかっただろうな。で路線図があり、レベルアップ早見表。なんだろうね、ひらがななのがまたいいね。素晴らしい。ちなみにこれ表紙は白いですね。触り心地よい。しかもこれ終わったら普通の B6 のサイズのカバーとして使えるね。ああ、付け外しも心地よいですと。どうしよっかなー。バーチカルついてたから買った時はなんかこう勢いであるなら買おうみたいなテンションで買ったと思うんだけど、私2023年はシッタっていうさ、これまたバーチカルの手帳で、これ10月始まりだからもう使ってるんだけど、こんな感じのやつで、これはね朝の4時からその24時間のタイプなんだよね。でこれは普通に土日もあるタイプで、ここにいろいろ書いてるんだけど、参考までにどういう風に書いてるのか、これモザイクじゃないとちょっ書いてある内容がちょっとプライベートすぎるのであれですけど、モザイクで見えてるもん雰囲気でも伝わるといいな。そうやったことを色分けしてるんだけど、そうライブした時は赤色とか昼寝とか、ゲームした時は緑とかいうのをつけて、右はね感想とかを書いてる、シール貼ったりね。そうで、そのシッタはどっちかっつうと予定を書くっていうより私は記録で使ってるのね。予定はシステム手帳で管理してるんだけど、これどうしよっかな。ゲーム関連ちょっと悩みますせっかく買ったし、こう日付が完全に入ってるタイプだから使わないともったいないんだよね。うん、なんかないかな。手帳好きって手帳増えるんだよなどうしようかな。ライブとかゲーム、わ全然思いつかない。なんならこれ触ってるだけで幸せ感あるけどねなんか言ってる。なんかこの月間だけだったらお小遣い帳とかね使えるけどね、ここに今日はこういくら使ったとかね、家計簿的な感じで使えるけど、こっちなバーチカルな、まあ、完全予定で雑に使っていくのもありかな。そうなんかね、手帳って綺麗に使おうとすると長く続かないんだよね。そうある程度雑さと気軽さっていうのは大事だと思うんだよね。あとその手帳は持ち歩かないと本当に使わない。そう肌身離さず持ってるのが手帳を長く使い続けるコツかなって思うんで、何かこう、記録よりは予定、こういう自分になりたいなみたいな予定を書くのはありだな。ゲームのプレイ記録とか書こうと思っても、そんななんだかんだ毎日ゲームしてるわけじゃないし、一回やめたらもういいやってなりそうなところではあるので、雑にこれやりたいみたいな希望的観測を書く夢のノートにするのはありかもしれないな。本当私みたいなさ人間が言うのはね全然ねおこがましいんですけど、何も達成できてないし、その大成してるわけじゃないから。けど実況14年だっけ13年だっけ、長く続いてるのはある程度自分がやりたくてやってるのと、なんだろう、適度に適当っていうの気を張らずに適当っていうのが長く続いてるあれなんで、何事もね気構えすぎずに軽くエンジョイしてみたらいかがなんでしょうかという、ドラクエの文房具を買った話なのにそんな話になりつついますが、はい、以上が今回買ったドラゴンクエストの文房具でした。これからねラインナップ増えていくんですかね。それはそれでとっても楽しみです。はい、以上がドラゴンクエスト文房具屋のグッズ紹介でした。大好きな文房具と大好きなドラゴンクエストがコラボしてこういった商品を出してくださるのはとっても嬉しいですね。そして地方民にねとって通販はとっても助かるんでありがとうございますという気持ちが大きいです。はい、かわいいということで今回はここまでにしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、まったねー。